グレーのパーカー、パーカー、または、あのラックは、衣類の一つで、首の根元に頭を覆うフードがついている街頭の、総称。パーカーは、ロシア北部のネネツ人が話す言語である。ネネツ語で、動物の皮を意味する。あのラックは、グリーンランド語のアンレイックに由来する。パーカーもあのラックも共に、フードによって、頭部を覆い、寒冷な気候に対応するもので、多くは、フードの周囲に、 毛皮が取り付けられている。また元来はカリブーやアザラシの皮で作られていた。パーカーとあのラックはどちらもフード付きの街灯を指して使われる名称だが厳密にはパーカーは前開きであるのに対してあのラックは頭から被かって着用するため開きがない。フーディーはフード付きのスウェットシャツを指す。日本でパーカーと呼ばれている衣類はほとんどがフーディー。 またはそれに類似するものである。過去には、スウェットシャツの別称であったトレーナーに、フードがついたものとして、フーデットトレーナーと呼ばれることもあった。フーディーは、1930年代に、アメリカのスポーツ医療、メーカー、チャンピオンが開発し、ニューヨークで販売したのが始まりである。フーディーとスウェットシャツの最大の違いは、首の根元に、フードがついていることである。 フードには、ぎゅっと引っ張ることで、フードの生地に、ギャザーがより、頭部と密着させることのできる紐が付けられていることがあるが、子供服では省かれていて、この理由については口述する。紐を絞り、その状態で紐を結ぶことで、フードが取れなくなったり、保温性や安心感が得られる。典型的なディテールとして、腹部のあたりに、マフと呼ばれるポケットが付けられていたりするが、 基本的には、スウェットシャツとあまり変わりない。スウェット生地を用いていて、袖口と裾がゴム編みになっていたりする。バリエーションとして、プルオーバータイプの他に、前開きのジップアップタイプが存在する。フードをこむることも一つのファッションとして存在する。もともとは、倉庫で働く労働者の作業服として販売されていたが、現在は、ファッションとしても販売。 着用されている。ファッションとして着られるようになったのは、1970年代にヒップホップアーティストたちが着用したことがきっかけである。それにファッションデザイナーたちも追従し、様々なファッションブランドがパーカーを取り扱うようになった。ファッションとして広く一般に着られるようになったのは、1976年公開のアメリカ映画、ロッキーの影響が大きい。 ボクシング選手である主役のロッキー・バルボアがトレーニングウェアとして着用していたのがグレーのパーカーである。日本で広く一般に着られるようになったのは1990年代に流行したヒップホップファッションやスケーターファッションの一アイテムとして取り入れられてからである。流行中は無論流行が去った後にも着なくなった子供たちのお下がりを 親たちが着用するなどして幅広い年齢層に広まった。パーカーを着る女性、首元に紐がある。子供のフードなどによる自己発生を受けて2008年、日本の子供服の業界団体、全日本婦人子供服工業組合連合会は、安全対策の自主指針を作成。2010年に改正も行い、身長120センチメートル未満の衣服においては、 上着のフード、襟首の部分に引き紐をつけないことなどの具体案を盛り込んだ。ありがとうございます。